日本一奪還がかかる佐賀県産の養殖のり。先週金曜日、今シーズン初の入札会では過去最高値となる平均単価がつきました。一方、その背景には出品枚数の少なさがあり、今シーズンも栄養塩不足を不安視する声があります。厳しい、去年より厳しいです。去年は雨とかで助けられて戻ったんですけどね。でまた最後色落ちで終わったんですけど、今年はさらに厳しいです。午前6時半過ぎの有明海です。昨年は果たせなかった日本一の奪還に向けて海苔の種付けが解禁されました。10月27日、今シーズンの種付けが始まりました。海苔漁のスタートです。昨年の不作を踏まえてですね、今年の夏のシーズンから生産者がやっぱり危険に入ってですね、今まで以上にその海底耕運と二枚貝の設置場でですね、まあ、そういう答えも最終的には出てくるやろうと思うわけね。生産量日本一奪還に向けた対策の一つが二枚貝の放流です。海苔の成長には海の栄養塩が欠かせませんが、同じく栄養塩を食べるプランクトンが増殖し、いわゆる赤潮が発生すると海苔の色落ちの原因となります。およそ1センチほどのこちらのサルボウの稚貝をこれから海に放流します。二枚貝はプランクトンを捕食する働きが期待でき、県は種付けの時期に合わせてサルボウ貝200万個を有明海に放流しました。そして種付けからおよそ1ヶ月後の先月28日、佐賀市川添町の漁場では黒々とした海苔が摘み取られていました。栄養塩も安定していて、そこまで影響なく育ってきたかなとは思ってます。美味しい海苔というか、やっぱり味もあって色もあってすくすく育ってます。今シーズンの海苔の初入札が始まりました。今回は3年ぶりに全支所からの海苔の出品があったということです。先週金曜日、今シーズン初の入札会、県内15支所すべてから出品があるのは3年ぶりのことでした。1枚あたりの平均単価は33円90銭と、記録が残るおよそ50年間で過去最高値を更新。販売総額は去年の 1.8 倍となる32億1600万円でした。一方で、この異常ともいえる高値の背景にはおよそ9489万枚という平成以降2番目に少ない出品枚数があります。少ない理由は地域差がありましてですね、白石地区の海苔漁業者森慎二さんです。ひどいでしょう。これが、はい、300いくらとか400枚ぐらいあるといいですよ。600枚張り込んで、これぐらい色落ちするのって、はい、過去ってあったんですか。いや、ありますね。結構最近はひどくなって、でもここまではなかったですね、正直。ここまでひどいのはないです。県内中西部に位置する白石沖の漁場では顕著な色落ち被害が出ていました。佐賀市川添町など東部の漁場と比べると色の違いがはっきりとわかります。今年逆にここまでなってしまった原因ってのはやっぱり栄養塩。栄養塩でしょうね。雨も降らないしですね。海苔の色落ち、つまり栄養塩が不足するもう一つの大きな要因は雨の少なさにあります。雨が降れば栄養塩は川から海へ供給されますが、今年は海苔漁が始まった10月、
そして11月の降水量は平年の半分以下でした。このため河口から離れれば離れるほど色落ちの被害が大きいと森さんは話します。向こうに川があるんですね、あの塩田川って。でもそれでもやっぱこんぐらいですもんね。よその悪いって言ってるのはこんぐらいでしょ。多分東部地区とかが色冷めてるって言ったらこんぐらいかな。でも私はこういう場所が一番いい場所なんですよ。このほか鹿島やタラなど西南部の漁場も深刻な状況が続いています。見に来る人が少なくなってですね、昨シーズンに続く雨の少なさや赤潮による海苔養殖への影響、ただ今シーズンの漁はまだまだ続きます。秋目網海苔は年末まで、その後には生産量の7割を占める冷凍網海苔が控えています。雨次第で全然変わってくると思いますので、雨が降ってくれたら、まあ色のあるいいやつが、いい海苔が取れてくれると思っております。まあ、美味しい海苔を届けたいんですけどね、雨と風次第じゃないですかね。しけて雨が降ってくれたらいきなり戻ることもあるんでですね、可能性は、でも低いですけどね。ここまで来たらどうにかして、なんか助けてくれるものがあればいいんですけどね。海峡よかったらみんなやる気も出るやろうし、